はい、こんばんは、タカです。毎週金曜日、24時過ぎから生ライブの方をね、いつもさせてもらってますけども、今日もね、予定はしていますので、お時間あれば雑談でも、質問でも何でも結構ですんでね、遊びに来ていただければと思います。ということで今日の相場なんですけども、今のところはあまり動きは出ていないですね。こちらがドルインデックスの1時間足のチャートになります。直近のドルの動向、やっぱり気にしていきたいのは、今週の火曜日にこの安値を更新していること。そしてこの更新というのは、半月ほど持ち合いを続けていたんですけども、この持ち合いから下離れになっていること、そして今までの流れというのはドル売りの流れのトレンドが継続しているということ、そして今週は安値を割った後に急反転の流れが出ているというところ、こういった流れからね、今後ドル売りの流れが続くのか、それとも反転の流れが出ていくのか、そういったところをチャートから見ていきたいんですけども、まずはやっぱり波を見ていきたいですよね。直近の波というのはこういった下落トレンドが生まれています。この枠の加減というのは7月の安値、そして8月の安値ということになってきますので、当然抵抗があって当たり前。ただ今回は抵抗もなくスコンと抜けてしまったということで、少し違和感もあったんですよね。結果的にはこの下のサポートを割れたところで持ち合いを作って、この持ち合いから反転の流れというのが生まれています。一旦はね、この持ち合いというのを見ないようにして、このトレンドだけを見た場合はね、こういった戻りというのはよくありますよね。トレンドを見ていくのであれば、この戻り高値を抜けていかなければどこかで売りです。昨日は半日ほどね、この高値でレンジを作っていますけども、ここでレンジを作ってくれたから分かること、それはこの戻り高値というものが本当に意識されているということなんですよね。僕はこの波を中心に見ています。なので戻ってくればこの戻り高値で売りが入ってくるというのはね、ある程度予想はつくんですけども、実際相場というのはこの波を意識しているかわからない、この戻り高値も意識しているかというのはわからないんですよね。こういったわからない状態でトレードをしていくというのはやっぱりね、安定感に欠けてきますので、こういった持ち合いを作ってくれると、あ、やっぱりここで売りが入っているんだなと、こういったトレンドは意識されているんだなというのがわかるんですよね。そして意識されているとわかれば目線がはっきりしてきます。この戻り高値抜いてくれば当然これはショート目線を考え直さないといけないタイミングになってきますし、抜けなければこの売り目線を継続していけるということになります。では今はね、どんどん売りを狙っていったらいいのかというとね、それも違うんですよね。というのもやっぱりこの反転の流れというのが難しい形になっています。直近の安値を割れた流れ、この流れで下落の流れを見ている人もいるんですけども、逆にね、ここでサポートされたということで買い戻しの流れ、この程度では抜けていないと判断している人がいればね、当然これはレンジの加減ということで買ってくる人も当然いるわけです。今ちょうどね、この1時間足反転の流れが出てきていますけども、この底からの反転の形ですね、こういったトレンドを見ている人もいるということになります。なので、簡単に下を叩いてしまうと踏み上げられてしまうといったことにもなってしまいますので、今であればね、この戻り高値を抜けてこない限りはどこかでショートです。バックがしっかりしていますので、あとはどこで売るかだけの問題になります。反対勢力はこの青い波、ということはこの青い波が崩れるタイミングというのを見つけたいんですよね。そしてこの青い波、今一番大事なポイントというのはこの高値とこの安値になってきます。ここまで見ていけばだいぶ相場の方はもう絞れてきてますよね。今は短期的な反転の流れというのが出てきています。ということは言い方を変えれば、この反転の流れが、この高値を抜けなければね、この青い波というのは上値が重いと見られるかもわかりません。そういったところは戻り売り、ショートのチャンスということにもなってくるかもしれません。まだ大きな流れが出ていませんので、そういう細かいところまでしっかり押さえたいですね。本命はこのピンクのトレンド、この高値からの下落の流れ、押し安値を割るような流れというのを目指したトレードをしていきたいです。はい、こちら通貨の強弱チャートになります。16時過ぎたあたりから少し動きが出てきましたかね。今は円が買われてユーロが売られているんですかね。ただこの円に関してはね、よくわからない動きをしています。先週は売られて、今週は買われて、合わせてしまえば結局は動いていないといった形にもなっていますので、あまり注目しても仕方がないのかなといった感じはしますね。ここ最近強かったユーロに関しては今週はね、少し勢いが収まっています。代わりに強くなってきたのがこのポンドの動き。昨日もとても強かったんでね、この流れというのをしっかり組んでいきたい。先ほどドルインデックスを見ていきましたけども、ドルというのは基本的には売り目線で見ています。ということはドルを売って何かを買う、じゃあ何を買うのかというと、最近強くなりだしてきたこのポンドを買いたいなと思うんですよね。ちなみに先月7月も月の後半からこのポンドというのはすごく買われました。相場ってね、こういった流れ繰り返すこともとても多いので、今月もこのポンドの買いというのはね、しっかり見ていきたいなと思います。はい、こちらドル円の1時間足日足を重ねています。ドル円に関してはね、今のところは方向感がないなというふうに感じてしまいます。
例えば直近の流れを見ていけばこういったトレンドも見えてきます。押しが入りましたけども、この押し安値割っていませんのでね、上昇のトレンドというのを見ていくことはできるわけですけども、例えば直近2日間はね、上値が抑えられています。上昇の流れというのがなかなか見えてこないですよね。一つの可能性としては、この反転の流れを見るための底値圏での足場を作っている。相場が反転するためにはそれなりの時間というのがかかるんですよね。例えば前回ね、同じようなところで反転していますけども、ここも1週間ぐらいかかっています。直近のこの流れだけを見てね、相場が弱い、強い、そういったことはなかなか言えないかなとは思いますね。まだまだね、この青い波を見ていくことはできると思います。ただし僕はこの青い波を信用することがあまりできないんですよね。一つが、一回り大きなサイズを見ていくと、この下落の流れというのが見えてきます。そして現在の流れというのは、この下落の高値、そして安値、どちらも抜けてないんですよね。結局はこの下落の流れに対するハラミの動きでしかないということで、この中でフラフラしているうちはね、方向感がないと捉えているトレーダーもいるということになります。この高安を抜けてこないとね、一回り大きなサイズの波というのは動き出さないということになりますので、環境としては方向感がないなというふうにやっぱり判断してしまいますね。今週は週足が閉じるタイミングになります。なので今週の週足の形というのはやっぱり意識はしていきたい。はい、こちら同じチャートで週足を重ねています。週足はこの辺りにサポートが見えていたんですけども、今週の週足というのはこのサポートを割り込んでますよね。もしこの形で引けてしまえば、これは安値の更新ということになりますので、トレンドで見ていくとこういった波が見えてくるということになります。ということは来週も週足というのは安値を更新していく波というのを見ていくことができるということになりますので、円高方向への値動きも想定できる形になってくるということになるんですけども、ただここで少し難しいのが、もう一回り大きなサイズ、月足で見た場合のサポートが106円あたりにあるんですよね。今の週足のこのサポートと共通したあたりになるんですけども、月足が閉じるタイミングというのは再来週の月曜日、来週の週足が閉じるタイミングとほとんど変わりません。週足がこれね、今週下に抜けてしまって来週も下の流れがはっきり出てしまうと、これは月足もサポートされないという形も見えてきますので、月足のサポートを見ているブルハというのはどこかにいるんですよね。そういったブルハの投げというのがね、まあ、早い段階で出てくる、そういった流れも想定はしていかないといけない。今直近は下の方に試すような値動きをしていますけども、この値動きね、小さな値動きだけではなく週足レベル、そして月足レベルでも影響を与えてくるということになります。今日の終わり値はね、とても大事になってきますね。はい、こちらユーロドル1時間足に日足を重ねています。日足レンジから上に抜けてきたのが今週の火曜日、ただし水曜日にすぐに潰されてしまっていますので、この流れを見た時にね、この高値を抜けたと見た、この上昇の流れを見ているブル派に対して、ここは抜けていないと見ているベア派、ブルベアの攻防がどこかで起こるということになります。今はね、このレンジの高値圏でレンジを作っていますけども、このレンジの意味をね、考えていきたいんですよね。例えばこの上昇トレンド、大事なラインを抜くにはそれなりの時間、形、足場というのが必要になってくるんですけども、今回はそういった足場もなくスコンと抜けていますよね。抜ける動きをしたけども足場がなかったから崩された、支えることができなかったと考えればね、今度は足場をしっかり作りに行くような流れになるかもわからない、まあ、こういった上昇トレンドの押し目買いという形で足場を作ってるかもわからないですよね。こういったブル派の目線で見ていけば、上昇トレンドを見ていくことができます。一方ベア派、これ日足は包み足になっています。この2本の日足合成してしまうと、上髭の長いピンバーということになります。このレンジからの上抜けた部分というのは髭の部分ですよね。その形を見れば当然これは抜けていない、ということはこのレンジの上限ということになりますので、まあ、売りを狙ってくる、レンジの高値から安値に向けた下落の流れを見ているベア派というのも、まあ、存在はしているということになります。こういった攻防が今はここで行われていると。今この段階でね、じゃあどちらが勝つのですかと聞かれてもそれはもうわからないんですよね。こういったわからない中でトレードをしていく必要はないんじゃないかなと。例えば短期的に見ていけばね、こういった枠の下限で買うとか上限で売るとか、まあ、そういった短期トレードはしていけると思いますけども、こういった大きな流れを見たトレードというのはね、もう少し様子を見てみないとわからないということになります。大きな流れを見た際にはね、方向感がまだ生まれていませんので、例えば直近ね、この時間は下の方に大きく動いていますけども、じゃあこの流れが下にブレイクしていく流れにつながるのか、この持ち合いの期間を考えても今はそれは難しいんじゃないかなとは思ってしまいます。であればね、まあ、短期足でサポートされれば、まあ、どこかで買っていくのも面白いかもわかりませんけども、ただ短期足というのはね、結構抜けたりしますんで、例えば昨日もこの 1.18 まで押し込んでますよね。今から40ピプス下になります。反発するだろうとバチンと入ってね、このサポート割るような形になってくると多少下に走る場面というのもあるかもわかりません。ということはここで買った場合はもう50ピプス近くの含み損になってしまう。
なかなか大きな含み損ですよね。まあ、そういったのを想定してトレードをしていくのかどうか。それでも結局ね、まあ、日足が閉じるまでに戻してしまえば、まあ、ここはサポートされたと見られてしまいますので、ロングをエントリーするのであればね、しっかりサポートは確認した後のロングをね、まあ、徹底したいなと思いますね。ドルが動いている割にはユーロドル、チャートはあまり動きが見られません。ということはね、ユーロの動きが少し鈍いのかもわかりません。この後見ていただくポンドに比べれば、まあ、チャート的にもすごくね、動きがおとなしいので、方向感が出る、まあ、動き出すまでには、少し時間がかかるのかもわかりませんね。はい、こちらポンドドル、1時間足に日足を重ねています。日足のレンジを抜けてきたのは今週の火曜日。この流れはまあユーロとは同じなんですけども、少し違うのはその後の反転の流れが見えるということですね。よくあるプライスアクションの動きに、レンジから上に抜けてきた相場というのは、その後抜けてきたポイントを一度試してトレンドが生まれる。こういったブレイク後のプルバックの動きというのはね、まあ、チャートを見ていくと至るところで見ることができると思います。僕もこういった波というのはね、かなり意識して相場の方は見ていきますけども、今回もこれね、そういった動きになってるんですよね。日足で見ていくとね、少し見づらいんですけども、例えば4時間足ぐらいまで落とすと、このレンジからの上抜けた流れ、プルバックが入っての上昇の流れという、こういった形が見えますよね。まだね、この高値抜けていませんので、この N 字がしっかり決まっているというわけではないんですけども、今後の流れを見ていく際にね、こういった形というのは当然意識はしていくことになります。ユーロなんかに比べるとね、まあ、動きが出ていますので、まあ、それだけポンドは今は元気だということですよね。資金が入っているということは、それだけトレンドも継続しやすい。直近の流れを見ていくとね、こういったトレンドが見えてきますので、ポンドということで、ボラも大きくて、まあ、値動きね、難しいと感じる人も多いとは思いますけども、この上昇の形というものが、綺麗に見えている以上はね、このポンドというのはロングでしっかり追いかけたいなと思います。はい、こちら5ドルドル、1時間足に日足を重ねています。日足で見ていくとね、僕はこの高値圏でのレンジ相場からまだ抜け出していないと見ているんですけども、ただ細かく日足のトレンドを見ていくと、押し安値を割っていかないんですよね。安値を切り上げているという形にはなっています。ここ最近5ドルの上値の重さというのは気にはなるんですけども、ただ押してきた場面というのはやっぱり買いが入ってしまうということで、なかなか押し安値を割っていきません。例えば上値が重いからショートを狙っていくと考えたとしてもね、なかなかこの押し安値を割ってくれないとそういった判断はできなくなりますので、上値は重く感じるので、どうしても高値でロングというのは難しい。ただし押し安値を割っていくような流れは見えていないので、ショートをするタイミングは今はない。そして大きな流れを見ていけば、この天井圏でのレンジ相場が続いてしまっている。まあ、こういったのを考えていけば、なかなか今は手は出せないかなとは思ってしまいます。僕は5ドルに関しては、もうしばらく様子見が続いてしまうかなと、時間かかりそうだなといった感じがしますね。はい、こちらユーロ円、1時間足に日足を重ねています。今ね、これ17時を過ぎてから円が買われ出してユーロが売られている。この動きがとても大きくなってきました。ということでこのユーロ円に関してはね、この下への流れがとても強く出ています。結構大きな動きですね。なかなか無視はできないかなといった感じしますけども、ただ日足のトレンドで見ていくとね、これでもまだ押し安値割ってないんですよね。今はドル中心の相場で、この通貨に関してはドルが絡まない動きになりますので、方向感は少し見えづらい形にはなりますけども、今現在はこの調整の動きが本格化しているということになりますね。これだけ強い売りが出てくると、今度はこの高値を起点とした下落の流れ、米波というのがね、当然出てくることにもなります。まず見ていきたいのがこの押し安値、このあたりの値動きですね。先ほども少し話をしましたけども、少しユーロというのがね、ここ最近は勢いが止まってしまっています。まだまだそれでもね、今までの流れが強かったので、まあ、調整という形ではあると思うんですけども、ユーロがね、もう少し深い調整が入ってくると、この押し安値終わってくるような流れになってくるかもわかりませんね。今週に入って円買いの流れというのも目立ちます。直近で弱い通貨、ユーロへ5ドルですね。まあ、これのクロス線、ユーロ円のロング、5ドル円のロング。このあたりは少しね、気をつけた方がいいかもしれませんね。はい、こちら、ポンド円、1時間足に日足を重ねています。今ね、全体的に円買いの流れというのが生まれていますので、さすがにポンド円もね、下の流れが出ていますけども、ただポンドが強いこともあってチャートは崩れてませんよね。高値圏でのレンジ相場が続いています。直前にもこういったレンジ相場がありますんで、仮にこのレンジから下に抜けたとしてもね、まあ大きな動きにはならないかもわかりませんね。もう一回り大きなサイズで見た、こういったレンジ相場を見ている人もいると思います。こういった流れで見ている人にとってはね、所詮は枠の中での値動き。直近の流れはこの上昇トレンドを見ることができますので、まあ、いずれこの枠からの上抜けの流れというのをね、見てはいきたいですね。はい、こちら5ドル円、1時間足に日足を重ねています。5ドル円はこの76円というのが戻り高値として相当意識はされていると思います。日足で見ていけばここで1回、2回と高値を試す。
はい、こちら4時間足に週足を重ねています。週足で見てもこの戻り高値というのが意識されています。高値を一度二度と試していますけども抜けていません。ちなみに先ほど見た日足の戻り高値はここになりますね。はい、こちらが日足に月足を重ねています。月足で見てもこの76円というのは戻り高値としては相当意識はされています。高値を1度、2度、3度と試していますけども、なかなか抜けていきません。ちなみに日足で見た戻り高値はここで、週足で見た戻り高値はここですね。これだけね、まあ、76円、しっかり意識されていれば、まあ、抜くためにはそれなりの期間、形、そういったものが必要になってくると思います。直近は半年ほどこういった陽線が続いていますから、まあ、こういったね、抜ける動きというのも期待したいところではあるんですけども、今のところはこれね、月足で見てみると足場らしい足場というのもないですよね。仮にね、これ勢いで高値をブレイクしたとしても、足場がない以上はこれ上昇の流れが止まってしまった場合は、反転の流れというのが深く出てくるかもわかりません。最近5ドルに関してはね、上値が重いなぁと感じるんですけども、まあ、そういったのはこういったところからも出てくるのかもわかりませんね。ひとまずね、もうすぐ月足も閉じますので、今月のこの月足の形というのはしっかり見ていきたいですね。はい、ということで、今ね、このドル買いの流れというのが強く出てきました。ここの攻防すごく面白いことになりそうですね。高値からの下落のトレンドを見ているベア派に対して、そこからの反転の流れを見ているブル派、このブルベアの攻防の決着を見ていきたい。ブル派の波が崩れるのは、先ほどこれ安値をつけてくれたことで、押し安値というのがはっきり見えましたんで、この枠の加減、こうね、待ってくればこの青い波というのは崩れることになります。対してピンクの波、ベア派の流れは、この戻り高値を抜いてきてしまうと、このピンクの下落のトレンドというのは崩れることになります。特にこのピンクの波に関してはね、ここで持ち合いを作ってくれたことで、この戻り高値、やっぱり意識されているというのはね、事前に分かっていますので、崩されてしまった場合は相場の反転をね、しっかり見ていくことになるかもわかりませんね。今日の夜はこの攻防の結果を見ていくことになりそうですね。僕はこのドル売りの流れを今は見ていきたいとは思っていますけども、ただそれはあくまで予想になりますんでね、予想をもとにトレードはしていきません。あくまでこのブルビアの攻防、この攻防の結果をもとにトレードをしていきたいなと。この攻防の結果すごく注目ですね。今日は週足が閉じるタイミングにもなります。週足の形もしっかり意識しながらトレードはしていきたいですね。今回は以上になります。大きな環境認識なんかは朝の動画で話をしていますので、概要欄の方に、リンクの方を貼っておきます。それでは今夜も頑張っていきましょう。